こんにちは、デリッシュキッチンです。総美食品の提供でネギまみれシャンタン塩鍋を作ります。豚バラ薄切り肉 300g は食べやすい大きさに切ります。細ネギ1袋は斜め薄切りにしましょう。大根10センチはピーラーで薄く削ぎ、残りは薄切りにします。生姜1かけは千切りにしましょう。鍋に水 800cc を入れ、総味シャンタン粉末タイプ大さじ2を加えて煮立たせましょう。お湯で溶かすだけで鍋スープができます。柚子胡椒小さじ2と豚肉を加え、中火で煮ながらアクを取ります。もやし2袋、大根を加えて中火で煮ます。細ネギをのせ、生姜を散らしたらネギまみれシャンタン塩鍋の完成です。スープが少なくなったらオイシャンを、味が薄くなったらそのまま足してオイシャン。オイシャンすると最後まで美味しいスープがたっぷり楽しめます。ちゃんこ鍋や寄せ鍋、キムチ鍋などの定番鍋から、担々鍋やトマト鍋などの新顔鍋まで、どんな鍋でもオイシャンで最後まで美味しく楽しめます。鍋料理は総味シャンタンシリーズで、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。